山根さんこんばんは。西アクラソンの元気出会いたいですか。いいですね。私の町内ではですね、おしゃべりガレージっていうのをやってるんですよ。これはですね、やっぱ町にも町内会館ってあるんですけども、すでにですね、町内会館に行く500メートルとか300メートルがきついって方のために、その方のお宅の本当に100メートル以内でそのガレージって言って車庫を借りてですね、でそこで集まりませんかっていう催しなんですけども、これをですね、町内29の町内があるんですけども、それを順番に回っていくっていうのをやってますね。でこの活動っていうのもどこまで続くのかちょっとわからないのが、すでにこの活動に参加している方自体が高齢者なんですよね。だから老老介護ではないですけども、すでに高齢者の方にサポートする方が高齢者っていう現象が私の町でも起きてきてるんですよね。でも若い方がいないわけではないんですよ。私みたいな年代とか20代の方とかがいないわけではないんですよ。問題は20代の方とか10代の方がですね、目標となる30代40代の方がいないってことなんですよ。だからそうなると、あの人みたいになりたいなっていう風な大人がいないと、当然ですけども30代40代の方が20年経ってね、70代80代ぐらいになった時に、その時当時10代20代だった方が実際に30代40代になっても高齢者との関わりがないと、当時のだから現役世代との関わりがなければ、当然ですけども高齢者となった20年後の人との関わりってもっとないですよね。だから私が思うに、現在中学生とかね、もしかしたら小学生、こういう人たちを30代40代の人がものすごく盛り立てて応援していかなければならないのかなとか思っちゃうんですよ。やっぱ少子高齢化ってどこでも起きてる問題なんですけども、少子高齢化になったから慌てて始めちゃダメだったんじゃないかなっていうふうにね、振り返るところがあるのと、でも今からでもできることがあるからやっていこうかなっていう問題があったりとかね、するわけですよね。で、私はですね、ご高齢の方、70代80代の方は知恵の宝庫だと思うんですよ。かつての人生の第一線で過ごしてきた、そういったあらゆるトラブルに対する解決策っていうのを知恵として持っている方だと思うんで、そういう方をね、どん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 掘り起こしていって、その知恵を私たちが今度は若い世代、10代とか20代の方に伝えていくっていう風なね、こちらの知恵をこちらに伝えていくってことを繰り返すことによって、まあ、中間層っていうのが役立つのかなと思って、まあ、そういうのをね、おしゃべりガレージで展開していこうかなと思っております。で山根さんのところでもね、元気で、すいません、名前忘れちゃった元気で会いたいか、素晴らしい取り組みだと思います。で山根さんがじゃあ20年後とか30年後に自分が出会いたいとして支えられるような世代になった時に、どんな方がねそこに活動の延長線上にいるのかなってことを考えながらやっていった時に、やっぱりご高齢の方に対してのサービスも当然ですけども、今まだね20代とか30代の方に対してもやっぱり何がしかのアクションを起こしていく必要があるのかなって感じるのは私と多分同じだと思うんですよ。一緒に頑張っていきましょう。それではですね、この問題っていうのは全国各地無関係な人はいないと思います。今一人だけでやってるような気がしていても、当然10年後20年後は若い方の世代の手伝いが助けがね必要になってくると思うんですよ。そうなった時に手遅れにならないように、今のうちにですね若い方を尊重して、若い方にへりくだってですね、こちらの方から腰を折って、仲良くなるような、そんなね接点を持っていきたいかなというふうに考えてるんですけども、皆さんいかがでしょうか。動画の説明欄から山根さんからのね動画をねご覧いただいて、私の今回お話した動画とちょっと比べてみて、どっちもためになるなと思うのか、それとも山根さんのはためになるけど久保さんのはちょっとなみたいなのがあったりとかね、こう頭を使って考えることから始めていきませんかという動画でございました。それではまた山根さん送ってください。